いつもみたいに一人でやってたらよ、ジョーちゃんが来てやりたいって言うもんだからよ、一丁もんでやるかと思ったらこのざまよ。情けねえったらあれやしねえ。じゃあ私仕事に戻るね。おお、引き止めちまって悪かった。旦那様もなんか用事があったんじゃないの？さ、じゃあねおじさん、また今度。次は負けないぞ。楽しみにしてるよ。そうか、今回のジョーちゃんたちは特にいい子ばかりだ。リニアって子もカズサって子も。タカヒロ、ジョーちゃんたちを泣かすなよ。そんなことは当たり前のことで、これからも泣かすなってことだ。ムカつくけど、そういうならやめる。聞きたいことがあるのよ。じゃあね、スパッツとブルマとスクール水着のどれが好き？ちゃんと答えて。ヒロさん、おはようございます。あの、昨日のようなことがないように。はい。
やはりこれもダメでしょうか。ベッドの前で高弘さん見つめていると、なんか幸せな気持ちになって寝てしまうのです。ごめんなさい。はい、おはよう旦那。おや、お疲れですかな。それならば、より一層腕を振るわなくては。お待ちあれ。おりゃー、ちょやー、でりゃしましょう。電子レンジ？あ、何それ。箱のことか。へえ、あれで温められるんだ。うん。え、珍しいの？おそ松様。珍しいのか。高弘さん、出かけられるのですか？え、あの…え、あ、でも、お出かけですよね。飛び飛びなんですよ、記憶が。だからどれが一番古いのかわからないのです。でも少しだけあるのですよ。
繋がらないような突拍子もない記憶が。でもそれは昔の記憶ではなくて、もしかしたら夢の類かもしれませんが。リニアがずっと歩いているのですよ。なぜ歩き始めたかはわからないのですが、それでもリニアはずっとずっとずっと歩き続けているのですよ。何のため歩いているのかわからないのですが、それでも歩き続けて、気がついた時には手が外れてなくなっていて、次に気がついた時には足が錆びて動かなくなって、そして誰もいない場所で倒れたまま動かなくなって、それだけなんですよ。あとは全く覚えていないのです。人はお母さんとの出会いを覚えているのでしょうか。リニアはいつからレイさんと出会ったのかよくわからないのです。気がついた時にはレイさんがリニアのそばにいてくれて、リニアの記憶は曖昧なのですよ。それは今でもそうなんです。タカヒロさんとつい最近出会ったのに、リニアはもっともっと昔にタカヒロさんと出会っていて、そして今の生活をもう何十年何百年も続けてきたような、そんな錯覚を覚えてしまいます。レイさんだってきっと最近出会ったはずなのに、それがまるで出会いが古すぎて思い出せない、そんな感じがしてしまいます。記憶が曖昧で、何が新しくて何が古いのか、その境界線があやふやなのです。はい、申し訳ありません。お役に立てなくて。聞かれるのですか。ん？はい、それでは失礼いたします。調子ですか？調子はですね、調子は普通です。はい、普通です。今日もご本をお探しですか？ですか？
エスペラントで書かれた聖書ですか。だから言葉だけは初めて見た言葉でもすぐにわかるのですよ。はい。聖書って不思議な本ですよね。お茶を入れてきますよ。高弘さん、なぜ嫌な顔をなさるのですか？微妙な言い回しですね。でも、頑張ってリニアさんのような美味しいお茶を入れてきます。お待たせしました。今日はダージリンティーです。え、どうかなされました？ダージリンにジャムを入れて飲みましょう。苦味を殺すって？あ、はい。さあ、誰かはわかりませんが、北の大陸に伝わる飲み方らしいですよ。北の大陸では古くは紅茶にジャムを入れて飲んだらしいんですよ。体が温まりますよ。うん、さっきから何か気になることばかり言いますね。では、お入れしますね。どうぞです。紅茶というぐらいですから赤いですね。赤いですよね。本当はですね、ウォッカやブランデーも入れて飲むんですよ。ジャムはママレードなんかでもいいです。ウォッカやブランデーを入れてみましょうか。どうですか？